肉まんです。今回はコストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。夏休みということもあり、すごく店内は混雑してました。先週ご紹介したカークランドのエビの個数について間違えてたので修正させてください。左下に書いてある個数は1ポンドあたりになるので、こちらの商品2ポンド入ってるのでかける2倍の個数が入ってます。この前大きいサイズを買ったら本当に美味しかったです。まずは気になった商品からご紹介していきます。スビリングフライパン&ミルクポットソースパン、お値段が3978円。フライパン、ポット、ソースパン、ガラス蓋付き、お値段が8980円でした。フライパンセット久しぶりに見かけました。ミルクポットが本当に気になってます。これ単体で売ってくれないかな。あとはスリムタワーファン、お値段が通常6800円のところ930円引きしてて5870円。リビングサーキュレーター、お値段が6977円でした。リビングサーキュレーターの方は7の末尾で処分価格になってました。いろいろな店舗さんで割引されてると思います。すごくコンパクトなサイズなので置き場所に困らなそうです。あとはミチョバラエティセット、お値段が1580円。今売られてるものにはミチョのマイボトルが付いてます。今回売られてたのはレモン、カラマンシ、パイナップルです。レモンもカラマンシも私好きです。あとは薬用ボディウォッシュ 420ml かける2パック入り、お値段が1498円でした。男の匂い、加齢臭をすっきりできる商品みたいですね。あとはアビーノスキンリリーフボディウォッシュ 354ml 入り、お値段が598円でした。こちらの商品すごく気になった商品です。無香料で低刺激で敏感肌用で売られてました。後で試しに買うかもしれないです。今回フードコートでは新しいサラダが売られてました。ファラフェルサラダ、ファラフェルサラダは昔にサラダコーナーに売られてた商品です。味が一緒なのかわからないんですけど、2年前に販売されてた商品です。この商品は買ってきたのでオフショットで食べていきたいなと思ってます。今回買ってきた合計点数24点、合計金額 26,490 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめに中国産オキシクリーン 5.26kg 入り、お値段が2598円でした。こちらの商品久しぶりに購入するリピート商品です。一回買えば結構持ちます。お掃除系だったり、私はよく茶渋を取るのに使ってます。こちらの商品はコストコで人気商品です。続いて顔トイレクイックル10枚 ×12個、120枚入り、お値段が通常1480円のところ200円引きしてて1280円でした。1個あたり107円です。こちらの商品割引時には毎回買ってる商品です。クーポン情報で1768円から1568円という割引情報が来てたんですけど、店頭に行ってみたら1480円、クーポン価格は書かれてなかったです。クーポン情報よりも安かったので購入したんですけど、レジでしっかり200円引きになってて嬉しかったです。続いてツビリングカラフェ1リットル、お値段が977円でした。こちらの商品通常価格は1298円です。7の末尾で売られてて、前に購入してすごく良かったのでリピート商品です。見た目もおしゃれで機能性もよく、すごく気に入ってます。見慣れない形もいいですよね。ぜひ気になってる方はチェックしてみてください。続いて鹿児島県産ピーマン 500g 入り、お値段が298円でした。リピート商品です。続いて静岡県産舞茸 500g 入り、お値段が298円でした。1パックあたり75円です。今回もぶなしめじ買おうかなと思ったんですけど、先週より100円を高く298円だったので、こちらの商品選んできました。できるだけ安くなってる方を選んでます。続いて卵20個入り、お値段が365円でした。1個あたり18円です。続いて丸大食品切れ目入り串付きフランク10本入り、お値段が598円でした。1本あたり60円です。こちらの商品に最近ハマってて3週連続購入してます。飽きるまでは当分買うと思います。
続いて国産大豆使用、安曇野絹豆腐 150g×12 個入り、お値段が629円でした。1個あたり53円です。こちらの商品久しぶりに買うんですけど、リピート商品です。賞味期限も1ヶ月ぐらい持ち、味も美味しいのでおすすめです。続いてスペイン産パパスポテトスティック 1kg 入り、お値段が1098円でした。こちら商品リピート商品です。この商品はなかなか見かけない商品でもあるんですけど、今回久しぶりに購入してきました。すごくシンプルな味で、お菓子で食べてもサラダに振りかけても美味しかったです。結構カートに入れてる方も多かった人気商品です。続いてアメリカ産ポップコーン 93.5g×44 袋、 4.1kg 入り、お値段が2298円でした。1袋あたり52円です。昔はよく購入してました。こちらの商品は電子レンジで簡単にポップコーンが作れます。シンプルな塩味のポップコーンなんですけど、しっかり味付けされてるので私好みです。昔に比べてはかなりお値段がお高くなりましたが、やはり人気商品ですね。なかなかこちらの商品見かけないです。量も多いので家族とシェアして食べたいなと思ってます。続いてアフリカ共和国産オーガニックルイボスティ 2.5g×20 個×10 袋、 500g 入り、お値段が通常1448円のところ240円引きしてて1208円でした。1包あたり6円です。こちらの商品リピート商品です。緑色のルイボスティーもたまに売られてるんですけど、私はこのオレンジタイプの方が好きです。割引してたので購入してきました。続いてカナダ産カークランドハニーベア 750g×3 個入り、お値段が3168円でした。1個あたり1056円です。こちらの商品家族に頼まれて購入してきました。ハニーベア系は買ったことがあるんですけど、リニューアルされてからは初めて購入してきました。見た目が可愛いですよね。続いてパーティーアイス 4kg 入り、お値段が399円でした。最近氷の出来が間に合わないので購入してきました。続いてアメリカ産冷凍イカ姿開き 1.2kg 入り、お値段が通常1680円のところ200円引きしてて1480円でした。こちらの商品割引時にはよく購入してる商品です。下処理もされててゲソの部分もついてるので私は気に入って使ってます。臭みもなく身もプリプリでおすすめです。中を見てみると8枚ぐらいになってました。なので1枚あたり185円です。冷凍なので好きな時に使えるのがいいポイントです。続いて日水直火焼きおにぎり20個入り、お値段が948円でした。1個あたり47円です。こちらの商品リピート商品です。焼きおにぎりの中では一番好きです。続いてティファール毛玉クリーナー、お値段が通常1480円のところ300円引きしてて1180円でした。こちらの商品冬のシーズンにちょっと欲しいなと思ってた商品なんですけど、300円引きしてたので今回購入してきました。一家に一台あると便利ですよね。続いてごま風味香る手羽元唐揚げ 590g 入り、お値段が998円でした。こちらの商品結構前に購入したんですけど、味もしっかりついてて美味しかった商品です。久しぶりに購入します。ご飯が進む味なんですよね。続いて木村屋総本店酒種入りあんパン6個入り、お値段が580円でした。1個あたり97円です。先週から気になってる商品です。パンくんが食べてみたいということなので今回購入してきました。あんこはちょっと私は苦手なんですけど、私も挑戦してみたいなと思ってます。続いてリプトン無糖フルーツフレーバーティー 1000ml×6 本入り、お値段が1398円でした。1本あたり233円です。ドリンクコーナーで美味しそうなお茶見つけてきました。リプトンの商品でシトラスシャインティーと書かれてますね。シトラス系の味好きなので飲むのが楽しみです。開封編で飲んでいきたいと思います。続いて伊藤ハムチキンステーキオリジナルレモンソース 220g×3 袋入り、お値段が958円でした。1袋あたり319円です。
長箱シリーズからの新商品です。やっぱりパッケージがおしゃれですよね。レモンということでさっぱり食べられそうです。しっかりレモン果汁を味わえたらいいな。続いてドリトスナチョチーズ味 60g×12個 720g 入り、お値段が858円でした。一袋あたり72円です。ドリトス系の商品買うの初めてだと思います。ドンタコスは食べたことがあるんですけど、そういう系のお菓子ですよね。食べるのが楽しみです。続いてドイツ産クリスピークノッパーズ 25g×24個 600g 入り。お値段が1498円でした。1個あたり62円です。お菓子コーナーで初めて見かけたんですが、売れ行きがかなり良かったです。人気商品なんですかね。ウエハース好きなので美味しく食べられる気がします。続いてカナダ産ハードバイトガーリック&チェダー 625g 入り。お値段が899円でした。ハードバイトからはちょくちょく新しい味が登場してるんですが、今回ガーリックとチーズみたいです。ガーリックとチーズって合うんですかね。開封編で食べていきたいと思います。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回割引商品が多かったのですごくいいお買い物ができました。7の末尾がついてると立ち止まって見てしまいます。今回もフードコートでスムージー頼んだんですけど、先週は260円だったんですが今週は270円に値上がりしてました。容器も先週と一緒でちょっと一回り小さかったです。やっぱりあのサイズになっちゃったのかな。本当に残念です。あの量が本当に良かったので M サイズ L サイズのサイズ作ってほしいですね。値上がりしててもあのサイズ感がいい。フードコートで買ったファラフェルサラダ食べたいと思います。680円しました。サラダこんなパックできます。チリチーズポテトが入ってた容器ですね。中を見てみるとこんな感じ。ドレッシング別で入ってますね。タヒニソース、レジのところにはオレンジタヒニソースと書かれてた気がします。なのでちょっとオレンジ風味もするのかも。クルトンだったりゆで卵、あとはドライトマトですかね。と左側のこの部分がファラフェルですね。でこのファラフェルっていうのが豆を潰してスパイスだったりハーブを加えて丸めて揚げたものです。これがちょっと私は好きじゃなかった気がします。2年ぶりに食べるので味覚変わってるかも。とドレッシングをかけて食べましょう。クルトンは大きい。私がいつも頼まれて買ってるクルトンかな。でゆで卵が丸々1個入ってます。切られてない。ちょっとファラフェルをいただきます。ファラフェルの中はこんな感じです。味はクミンベースの味で味は悪くないんですけど、ちょっと食感がパサパサしてます。もうちょっとしっとりしてれば美味しいんですけどね。うん、ファラフェルはカレー風味のスパイスっぽいので食べやすいことは食べやすいです。でレタスが結構入ってますね。ドライトマト美味しそう。うん、美味しい。あの人参と紫キャベツがマリネになってるんですけど、この部分も美味しい。ドレッシング自体はオレンジ風味はなくてごまドレッシングのような味わいなので食べ慣れてる味です。丸々1個のゆで卵、あ、やっちゃった、折れちゃった。レタスの部分は食べ応えありますね。ちょっとファラフェル自体が苦手なんですけど、それ以外は全て美味しくいただけました。ただ680円と考えるとちょっとお高く感じてしまいます。昔に売ってたガーデンサラダのような200円ぐらいでコスパがいいサラダが復活してくれると嬉しいです。ちょっとこのファラフェルがパサパサしてるんですよね。これだけが残念。味は美味しいのに。気になった方はぜひ挑戦してみてください。